俺はこの形状で、で、おお、こんな感じです。あ、かっこいいっすね。かっこいい、かっこいいな、これ。ちなみにスペック的には90インチらしいですね、これ。どうも、あゆ太郎チャンネルのあゆ太郎でございます。それと、みどりです。渡辺です。あばる目です。お願いします。お願いします。皆さん、今日はですね、こちら覚えてます？ D-Force の V50。 おお、 V50 というと上岡プロ使ってるんですよ。はいはいはい、光栄なんですけど、まあ、全のラケットが使ってるので、昔からで、なんと今回ですね、上岡選手がまあ一緒に開発に携わった U スペシャルエディション、おう、 U って多分上岡の U ですね。まあ、U だよね。をちょっと今回持ってきたので。マジかよ。ちょっと打ち比べてみようかなと思います。 V とかじゃなくてオールラウンダー用らしいです。いいね、それはいい。渡野さん、いいね、ちょっとね、俺大好き大好き。今そのトレンド来てるもんね。トレンド来てる。こんな感じです。おお、あ、かっこいい、かっこいい。ちょっといいですか、これ開けて。開封の儀を、開封の儀、開封の儀していいですか。してください。お願いします。俺この形状 で、おお、こんな感じです。あ、かっこいいっすね。かっこいい。白を基調とした感じですかね。で、名前は D-Force で、もうこれ U スペシャルエディションということで、ミート的な感じですね。そうですね、白にちょっとまあグリーンで結構かっこいいですよね。で、これ、あ、いいね。僕昨日上岡プロに電話して、うん、電話しました。これリアルに、うん、で、どんな感じって言ったら、まず、うん、まあ、デザインがかっこいいね。結構重視したらしいです。確かに。で、上岡くんはこの白が良かったらしい。はいはいはい、はい、上岡プロはこの白をなんか使うと、まあ、ちょっともうラケットも柔らかみも出ると。そう、はい、あるよね、そういう色的な。ありますね、色で。で、この機能的に言うと、まあ、テナックスビームって、まあ、前の F スペルとかにもついてるんですけど、うん、ヘッドの部分にテナックスビームっていうのがついて、まあ、反発性を増して、だから V よりもちょっとストローク寄りにもなってるっていう意味で、はい、これ、ここのシャフトが、はい、多分外側はそんなに削、あの、なんか S とかだと、はいはいはい、多分ここのシャフト削れてるんですよ。確かに確かに。だけど、こう内側だけ削れてる感じしますね。確かに、こう、面白いですね、これ、うん、外側削れてないのに、それが、まあちょっと削れてるけど、はい、あの、そんな削れてないぐらい、はい、多分ね、そこら辺を狙ってんだなと思う。面白い。だから、まあ一応オールラウンダー用ということで、うん、はい、こちらちょっと打っていきたいと思います。前衛でも使えると、前衛も使えると思います。オールラウンダーなんで、はい。これあれなんですね、やっぱあの番号振ってないんだね、やっぱ U スペシャルだけなんですね。 U スペシャル、そうですね。あ、だから D-Force、そうですね、だから50とかではないんですね、うんうん、U、だから本当上岡モデル、上岡プロモデルということで、ツアーとかあったもんね。はい、こちらを今回いいっすね、使っていきたいと思います。うい、じゃあお願いします。しゃーす、あゆ太郎チャンネル。かっこいいな、これ。ちなみにスペック的には90インチらしいですね、これで。長さ的には69センチ。適正テンションは25から35ポンドとのことです。ストリングスはマルチフォース24ポンドいい、あの、あゆ太郎仕様ですね、完全に。あゆ太郎仕様、あゆ太郎仕様。適正テンション25から35じゃないですか。だけど、あいつってか、あゆ太郎くん柔らかいの好きだから、やつはそう、24にしてるんですよ。24、適正テンション外にしてるんですよ適正じゃない人なんですねまあ、柔らかいの好きだもんね、とにかく持つのがあ、でかい。じゃあ、音いいっすね。音いいっす、うん。振り抜きやすそうな感じがしますね。はい、めっちゃいいですよ。あと、かっこいいな、単純に。なんか食いつきと反発がすっげーバランスいい感じする。S よりしなりは確かにちょっと弱いかもしれないけど、なんか食いつきと離れる感じのバランスがめちゃくちゃいい気がする。気持ちいいな。いいっすね、なんか 音がいい。Hey!
あ、いいね。ナイキャップ。ファイト。いいね。いいっすね。うん、いい。すげえいい。それも嫌いです。さあ、そう。いいね、落ちるね。はい。おお、そうだ。いいね。いいね。もうちょい反発いいっすね。反発がいい。やっぱ狙ったとこにパチンって。そう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 。あのバチンって当たる感じとなんか離れていく感じが超いい。硬さがそんなない。そうそう、 V にしてはね。だけど V の良さも継承している。いいな。D-Force U スペシャルエディション。あの非常になんかマイルドな感じなんですけど、弾きもいいし、あの操作性がめちゃくちゃいいです。まあ僕が使ったのは X なんで、わりかし軽めな方だったんで。僕は U 使いましたけど、やっぱあれですね、バランスがめちゃくちゃいい。めちゃくちゃいいですね。ちゃんと弾くし、まあしなりはですね、正直 S よりちょっと弱い。うん。まあでも V を使ってたウェオカプロが携わってるってことなんで、うん、多分そこをバランス調整すげえしてると思う。はい、そうですよね。バランス調整されてる感じのラケットですって感じするね。皆さんちょっとあの楽しみにしてください。かっこいいっす、はい、こちらでちょっと試合とかも、ね、やっていきたいと思いますので、次回の動画楽しみにしてください。はいっす。ありがとうございました。指導、企画、バラエティ、ソフトテニスの全てを詰め込んだ YouTuber あゆ太郎。その一球に込められた熱き思いは人々をテニスコートへ駆り立てた。